徹底比較 n o r アイノーオ n イチスポティファイ限定ライナーボイスプラスでわかるメンバーの思いとは全曲解説付き鳥肌 n o r アイノーオ n イチライブで聴きたい曲トップ39月23日にリリースされた n o n アイのファーストフルアルバム No.1 は多くのファンにとって待ち望んでいた瞬間ですリリースと同時に SNS 上ではファンからの喜びと感謝の声が溢れ、まるで一つのコミュニティが共通の体験を祝っているかのようでした。Spotify 限定のライナーボイスプラスでは、アルバムの全曲解説が公開され、リスナーは曲の背景や制作秘話を聞きながら、新たな発見や深い感動を味わっています。この形式は、音楽を聴くだけでなく、アーティストの内面や創作過程に触れることができるため、 ファンにとって特別な価値を持っています。アルバムの1は、ナンバーアンダーライン愛の3人、ガンユータ、ジングージユータ、平野ノが一体となって作り上げたものです。彼らの個々の才能が見事に融合し、プロデュースから作詞、作曲まで自ら手掛けた作品は、それぞれの個性が際立ちつつも、全体として一つの強力なメッセージを放っています。ファンの間では、 アルバムの多様性や深みについて、多くの議論が交わされています。例えば、I.L.Y. という曲は、そのシンプルなタイトルにもかかわらず、リスナー一人一人に向けられた温かいメッセージとして受け取られています。これに対して、Numbers や Ice といった曲は、実験的でありながらも非常にエモーショナルな展開を見せ、リスナーを驚かせています。多くのファンが語るように、 このアルバムは彼らにとって宝物となっています。ナンバーアンダーラインアイのメンバーがリリックに込めた思い、音の細部にまでこだわったサウンドデザイン、そして曲ごとのストーリーがファンの心を捉えて離さないのです。例えば、レシピという曲は、そのスタイリッシュなメロディラインと岸く君のプロデュース能力の高さが絶賛されています。英語の発音も自然で、その洗練された音楽センスは、 リスナーの期待を超えてきま,したまた、アルバム全体を通して、彼らが RB やヒップホップといったジャンルを大胆に取り入れている点も注目に値します。特に、ファンの中には、ジャズ系の要素も含まれていると感じた人も多く、ジャンルの枠を超えた自由な音楽制作が、多くのリスナーに新鮮な驚きを提供しています。こうしたジャンルの融合は、 現代音楽のトレンドに敏感な彼らだからこそ実現できたものでありファンにとっても新たな体験となっていますさらにナンンバーアンダーアダライン i のメンバーがそれぞれ持つ個性がこのアルバムの中で絶妙に生かされています岸くんの低音ボイスや平野くんの繊細で心に響く歌声そして神宮寺くんの力強い表現力が各楽曲でバランスよく配置されているのです この三人が一つのユニットとして音楽を作り上げる過程はファンにとっても感動的なものです。彼らが各自のパートに全力を注ぎ同時に一体感を持って作品を完成させたことがこのアルバムの最大の魅力の一つと言えるでしょう。アルバムのリリースに伴い彼らの音楽性や表現の幅がさらに広がっていることが明らかになりました。特に ファンの中には彼らの成長を間近で見守ってきた人々が多く、その進化を感じ取った瞬間の感動は計り知れません。脳チは、これまでのアイドルソングとは一線を画し、より成熟した音楽性を持つ作品となっています。RB やヒップホップの要素が取り入れられたことにより、ナンバーアンダーライン愛の新たな一面が見えてきました。ファンの中には、推しと音楽の趣味が似ていると感じる人もおり、 彼らの音楽がより個人的なつながりを感じさせる要因となっています。また、このアルバムのリリースは、ファンにとってだけでなく、音楽業界全体にも新たな風を吹き込んでいます。現代の音楽シーンにおいて、アーティスト自らが作詞・作曲・プロデュースを行うことは珍しいことではありませんが、ナンバー・アンダーライン愛のように個々のメンバーが異なる才能を持ち寄り、 バラエティ豊かな作品を作り上げる例は非常に希少です。この点で、ノーイチは単なるデビューアルバム以上の意味を持つ作品となっています。特に、日本の音楽シーンにおいては、アイドルが音楽的に成長し、アーティストとしての地位を確立することは難しいとされてきました。しかし、ナンバー・アンダーライン・アイはその壁を打ち破り、新たな時代の象徴となりつつあります。 ライナーボイスプラスを通じて提供されるインタビュー映像もファンにとって特別な体験です。アーティストが直接自分たちの音楽について語る機会は貴重であり、ファンはその一言一言に耳を傾け、彼らの思いを深く理解しようとします。特にアルバム制作の裏側や各メンバーがどのように曲にアプローチしたのかといった詳細な話が聞けることで、 楽曲に対すする愛着が一層強まりまりファンは彼らの音楽だけでなくその背後にあるストーリーや努力に共感し彼らと共に成長している感覚を持つことができますこのようにアルバム「脳、no、一」は音楽そのものだけでなくリスナーとアーティストのつながりを深める力を持っていますこれまでの楽曲解説やインタビューを通じてファンはアーティストの内面に触れることができ 彼らのクリエイティブな過程をより深く理解することができるのです。こうした体験は、ただ音楽を聴くだけでは得られないものであり、アーティストとリスナーの関係をさらに特別なものにしています。リリース当日に多くのファンが、アルバムを繰り返し聴いている、と SNS に投稿し、その感想や喜びを共有している様子からも、このアルバムがいかに多くの人々に感動を与えたかがわかります。特に、 岸くんのプロデュース曲は、その独特な世界観と音楽センスが高く評価されており、ファンの間でも話題となっています。彼のプロデュース能力は、すでに多くの人々に認知されているものの、このアルバムでその才能がさらに開花したことは間違いありません。また、ライブでの演奏が期待される曲も多く、アイスやナンバーズなどは、そのダイナミックな展開とリリックの深さから、 ライブパフォーマンスででさらに輝きを放つことでしょうファンはすでに次のライブでこれらの曲を体感することを楽しみにしておりその期待感が高まっていますアルバムを聴きながらライブでのセットリストを想像するファンの投稿も多く彼らの興奮が伝わってきますこのように n o ア i のファーストフルアルバム NO1 は単なる音楽作品以上の意味を持っています ファンにとっては、彼らの成長を感じ取れる一作であり、同時に彼らと共に歩んできた時間を振り返ることができる特別なアルバムでもあります。また、音楽業界全体に対しても、新たな挑戦と可能性を示す作品として、その影響力は今後も広がっていくことでしょう。ファンだけでなく、音楽愛好家や業界関係者にとっても、このアルバムは注目すべき一作であり、 今後の彼らの活動にますます期待が高まります。